最近自爆霊が増えて住宅事情がやばいことになってるにゃん。え、待って、これ全部自爆霊？おい、もうあれだよ、もうストーリーベースで連れてってくれって。いいって、自分で移動する感じで、こっちに何そうだ、えなちゃん、実はちょっと提案があるのですが、おじい様のためにお土産を用意していきませんか？お土産？どうして？おじい様は頑固なお方、その説得には相当苦労するはずです。ですが、もしその前に大好きな食べ物をお土産として渡されたらどうでしょう。あのツンツンしたお顔がお土産効果で一気にデレデレとなり、あれ？簡単に説得できちゃったね、的な流れにできると思うんです。待って、何の話だ？え、過去の世界の？ああ、あれか、おじい様っていうのは文明のことってこと？うん、ちょっとなんかよくわからんくなってきたわそっかそっか、そういうことやね。そんなにうまくいくかな。心配ご無用、ここはからかさばきさんにアドバイスをお願いするんです。おじい様の身近にいたあの方ならば、その好物だってきっとご存知のはず。そっか、では早速妖怪ウォッチゼロ式でからかさばきさんを目指しましょう。うん、任せてちょうだい。妖怪ウォッチゼロ式。おお、唐突な。私の友達、出てきて、カラカサお化け。妖怪メダル、セットオン。おっと、召喚の構え。実況が。ポカポカ召喚であります。カラカサお化けって、カラカサお化けってポカポカ系なんや。基準がよくわからん。一体我が輩に何の用じゃ？カラカサお化け、私のおじいちゃんが大好きだった食べ物とか知らないかな。はて、どうしてそんなことを知りたいのじゃ？実はですね、おじい様を説得する前にお土産を送ってはどうかと思いまして。何？お土産？ダメじゃダメじゃ、そんなことはやめておけ。え、どうして？あやつは男らしくないことが大嫌いじゃ。お土産なんか渡そうもんなら、俺は物で釣られるような男じゃないとか言って怒りまくるに決まっとる。へえ、そんな。いや、そうだろうね悪いことは言わんからやめておけ。説得なら我が輩たちがしてみせるでの。うん、わかった。からこそお化け、教えてくれてありがとう。からからから。では我が輩は帰るでな。あっという間に帰っていった。お土産作戦は我ながら明暗だと思ったのですが、いや、そういうタイプじゃないって、どう見ても。仕方ありません。ではこのままおじい様の秘密基地へと向かいましょう。うんうん、有権作業が増えなくてよかったです。運外さん免許、あの矢印でちょうど見えんのよね、やめてくれる？あけっぴろん、過去にワープしちゃう感じ。はい、お願いします。オッケー、ご会長入試きた。お、冬にゃ。からかそばきさんたち助け出してきましたよ。お、やってくれたか。ち、余計なことをしよって。何、いきなりボス系出てくる？お前らか。おまけにまた妖怪ウォッチを作り上げてしまうとはな。お前たちは金と銀。金と銀ですって？それって確か、獣本村を襲い、からかそばきたちに呪いをかけ、そして妖怪ウォッチを一度この世から消し去った犯人だ。これってさ、あれじゃない？妖怪ウォッチ世代の子って元ネタわかる？金さん銀さんの。驚いたぞ、まさかお前たちが過去まで来てあの小僧と出会うとはな。だが笑うわけもここまでじゃ。妖怪ウォッチもろとも消し去ってくれる。あの、金は100歳、銀も100歳みたいなやつよし、戦おうぜ。まあ、今はね、その100歳超えっていうのもめちゃくちゃ増えたと思うけど、当時はそんなに
100歳超えっていうのも珍しかった件取り上げられたよね。双子のおばあさん、金さんと銀さん、めっちゃ可愛い感じの人だ。にゃーにゃー、こいつら雷系？じゃあ水系あんま効かんないのに。てか強いって。はい、ジミ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 。え、てかあいつら回復しよりやん、やば。いや、狙わんでいい。狙う。なんかいいアイテムとかこん。強いって。まあ、一旦帰って。え、俺っちここに住むことにしたにゃん。ふんふんふん。え、どういうこと？それはだにゃん。俺っち追い出されちゃったにゃん。追い出されたって？俺っちは横断歩道のすぐ近くにずっと住んでたにゃん。でもある日うちに帰ったら、知らにゃんやつに場所取られてたにゃん。最近自爆霊が増えて、住宅事情がやばいことになってるにゃん。え、待って、これ全部自爆霊？っていうことよね。尻尾がジボニャンと同じ感じ。え、可愛いんですけどみんな。だから他に住むとこもにゃくて、そんなこんなでここに住むことにしたにゃん。住むとこがないなんてかわいそう。ジボニャン、迷惑をかけないようにいてくれるならうちに住んでもいいわよ。ほんとかにゃ？うん、ジボニャンは友達だし。わかったにゃん、いい子にするにゃん。ん？これは何、クエストなのか？妖怪パッドで遊べる面白いアプリを見つけたにゃん。写真を撮るといろんな妖怪が出てきて楽しいにゃん。アイナちゃんも遊んでみるといいにゃん。不思議なレンズアプリを手に入れた。 AR 系のやつかな。使い方は誰かに聞いてくれにゃん。あざす。身の回りの妖怪を発見だ。 3DS 本体のカメラで妖怪を分析する機能、それが不思議なレンズです。お友達や家族の顔を撮影して、どの妖怪が取り付いてるか分析してみましょう。妖怪をたくさん発見したり、日替わりのお題を撮影達成すればご褒美がもらえます。ご褒美は小ヤギ郵便で。ふんふん。ご褒美は桜住宅街にある小ヤギ郵便の3番窓口で受け取れますよ。ありがとう。まだなんかあるの？ふうにゃん。え？ジバニャン？ニャー KB に会いたいにゃ。ジバニャン？にゃにゃ、なんにゃ、俺っちまったりタイム中にゃ。ごめん、千葉には何してるの？もしかして今まであったクエスト、全然家に寄りついてなかったけんさ、私が。なんかめっちゃ溜まっとった感じ？一気にそれが。お天気アプリでにゃーけーびを見ているにゃん。なんか解放されてないアプリがいっぱいあったんやね。お天気アプリって天気予報とかは見るものじゃないんだ。そういえばそういう使い方もできるにゃん。俺っち濡れるのは嫌にゃので、これ見て雨の日は外に出ないのにゃ。え、そうだったの？知らなかった。まあ、アイナちゃんと一緒なら雨の日にお出かけしてもいいにゃん。アイナちゃんもこのアプリ使ってみるといいにゃん。お天気アプリを手に入れた。天気予報の他に注意報も見れるにゃん。俺っちはニャーケービーを見るにゃん。ふんふん。お、これでとりあえずアプリの解放は終わったかな。自分に化けたバクが気持ちよそうに眠っている。そろそろ寝ようかな。はい、朝まで寝ます。でもこれってさ、一日乗車券の有効期限がいや、まあしばらくはいいか。もうこれってさ、家族からしたらずっとふみちゃんはベッドで寝おるわけで、てか本物のふみちゃん自身がめっちゃ寝不足にならん？ね、せっかく帰ってきて寝たと思ったら、早く起きなさいみたいな言われる可能性があるってことやろ。さっきまで寝よったのはバクやのにめっちゃ大変そう。いたいた、みんなめちゃくちゃ待たせたね。あ、アイナちゃん、頼んでた本見つかった？
ミカちゃんの習得空手講座、タクのサポートライフ7月号と、そしてあのケンジが癒しの天使ちゃんですね。どれも妖怪にも使える本ですが、ミカちゃんに渡しても問題ないです。大丈夫。サポートライフ7月号を手渡した。習得空手講座を手渡した。癒しの天使ちゃんを手渡した。さすがイナちゃん、全部探してくれたんだな。いや、なんかいつの間にか集まってた。お菓子と飲み物、それに本も揃ったし完璧だよね。う、俺の本、早く早く。そんなに。じゃあさ、次何する？まだ終わらない感じ？こんだけ広いんですさ、2組のみんなも呼ぼっか。あら、どなたかいらっしゃるの？あ、やっぱここの元の持ち主。結構な大人やった。いや、まあ家具的には大人なんやけどさ。え、誰だ？私の素敵な別荘を勝手に秘密基地にしてしていましたのね。まあ誰だっていうか、このセットが自然に発生するわけはないけんね、持ち主がおるはずない。全く驚きましたわね、アンジェラちゃん。よくこんな汚い地下水道の中に別荘を作るね。まあ、この空間は綺麗やけどさ、やっぱりここ誰もいないなんておかしいと思ったんですよね。人が住んでてもおかしいけどね。うんうん、ごめんよ、俺たち知らなかったんだ。いや、それ通じる？てか、なんでジバニャン隠れてる？見えないでしょ。誰もいなかったし、ちょうどいいかって思ってさ。う、ごめんなさい。出てきた。しょうがありませんわね、あなた方も悪気はなかったようですし、許してあげてもよくってよね、アンジェラちゃん。本当か？ありがとう姉ちゃん。ええ、その代わり一つ条件がありますの。お、またクエストか、やっぱり。え、違う。私をあなた方のお仲間に入れなさい。え、マジで？私たちの生き物係に入るってこと？それなら全然 OK だよ。え、学校の係でしょ？決まりですわね。ここは私たちの秘密基地ですわ。実はこの別荘も秘密基地というものに焼かれて作りましたのよ。そうですわ、有効な証を送りますわね。セレブなゴールドカードですの。そんなものを小学生に。ゴールドカードキーを手に入れた。何これ、どこで使えるやつ？あ、私に渡されちゃった。それにこのカードって、カードというより機械か何かのカードキーみたいですね。え、何に使えるんやろ。それでは皆さん、私の素敵な別荘、いえ、私たち生き物係の秘密基地を盛り上げていきますわよ。おー、え、なんかジバニャンと犬が追いかけっこしてた。まあ動物は幽霊とか見えるっていうもんね。妖怪も見えるんか。お、くじ引き券ゲットしたよ、やったね。溶けた。なんか楽しそうに盛り上がってんな。もうミカさん、言葉遣いがなっていませんわよ。レディーならばもっとおしとやかにね、アンジェラちゃん。なあなあ姉ちゃん、この部屋って姉ちゃんが作ったんだろ。どうやって作ったんだ？もしかして姉ちゃん一人で？まあ、とりあえずこの生き物係の一連のクエストはここで終了って感じかな。この部屋人が住んでたのか、ちょっとそんな気もしたんだよね。そんな気しかしねえよ。カップはピカピカだったし、ろうそくも消えてなかったしね。じゃあ確実にキンキンで人がいたってことだよ。これで生き物係も5人だな。これからもどんどん増えてくぜ。え、どんどん増えるの？どういうことだよ、生き物係とは。まあこれで一件落着と。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれよな、普段がさ回復系で追ってくれるけど、やっぱ回復役が弱いの当然ちゃ当然なんやけど、困るな回復する前にやられる。